結局肝心なことは何にもわからなかったね。シュバルツが危険な存在ということがわかったじゃないですか。黒い霧に関係している以上放っておくわけにはいくまいな。目的は何なんでしょうね。たとえ何であろうと俺たちの大切なものを傷つける気なら許しはしない。そうじゃの、背の字はようわかっちょる。グリューネさん、何か気になることでも？私も疲れた。今日は寝よ寝よ。そうじゃの、明日にでもまた考えるか。私は私のすべきことをやっと思い出したのね。けれど私は一体何者なのかしら。それがわからないのよね。どうしてかしらね。どうしてシュバルツちゃんを倒さなければならないのかしら。またわからないことが増えてきてしまったわね。思い出さない方が幸せなのかしら。何かあったのか。グリューネさんがいなくなったの。様子がおかしかったから気になって会いに行ったの。そしたら手紙が置いてあって。みんなには知らせたか。ノーマがみんなを集めてる。ウィルさんの家に急いで。わかった。揃ったようだな。これが部屋にあった手紙です。読みますね。はじめに謝ることを許してね。みんなごめんなさい。黙って出ていくと心配させてしまうでしょうけど、お姉さんのこと気にしなくていいわよ。ここから先の記憶は一人でも探していけるから。みんなは今まで通り仲良く楽しく幸せに暮らしてね。みんなにはとても感謝しているわ。みんなと一緒に過ごせてお姉さんとっても楽しかった。これまでの人生の中できっと一番楽しかったと思う。記憶のない私が言っても説得力はないかもしれないけどね。ノーマちゃん、いつも元気でいてね。いつも笑顔でいてね。みんなを明るくしてあげてね。モーゼスちゃん、ジェイちゃん、二人ともずっと仲良しでいてね。本当の兄弟のように助け合ってね。ウィルちゃん、ハリエットちゃんと幸せに暮らしてね。みんなを支えてあげてね。クロエちゃん、
シャーリーちゃん、もう笑顔を忘れないでね。みんながそばにいれば自然と笑顔になれるから。セネルちゃん、みんなを守ってあげてね。みんなとの時間を守ってあげてね。お姉さんとの最後の約束よ。出会えたのがみんなで本当によかった。共に過ごした時間はお姉さんの宝物にするから。素敵な思い出をありがとう。さようなら。こんなの、こんなのってないだろう。ガチクショ水臭い真似しよって。ノーマン、隣の部屋にいて何も気がつかなかったのか。分かってたらどうにかしてるって。そんな責めるような目で見ないでよね。私だってこんなの嫌なんだから。ごめん、追い詰めるつもりはなかった。イライラする気持ちはわかるが、今は冷静になるんだ。グリューネさんのことをきちんと考えましょう。シュバルツの元へ行ったんだろうな。私たちを巻き込みたくなかったんですね。シュバルツは危険な存在だ。グリューネさん一人ではまずい。急いで探そう。でも当てがありませんよ。僕もやれるだけはやりますけど、居場所を特定できるかどうか。俺たち以外にシュバルツの存在を知っている人間がいるとも思えないしな。どうすりゃいいの？一つ方法があります。私がソーガに聞けば居場所がわかるかもしれません。シャーリー、それは。シャーリーさんが言っているのはタケリのソーガのことですよね。危険ではありませんか？シャーリー一人にそこまで無理をさせるわけには。大丈夫だよ。私は今の自分が好きだから。みんながそばにいるからソーガに取り込まれたりはしない。しかし、ソーガも分かってくれると思う。前に進もうとする私たちを助けてくれると思うんだ。だからお願い、私にやらせて。私にやらせてください。りっちゃんって意外と頑固だから、言い出したら聞かないんじゃない？すでに覚悟を決めたと顔に書いてあるしな。そう？わかった。俺たちも全力でフォローする。だから頼むぞ、シャリー。うん、決まりだな。防火の祭壇に行くぞ。そういや、ここってさ、りっちゃんがおっかなくなって大変な目に遭ったとこだよね。ノーマン、少しは考えろ。クロエ、私なら平気だよ。腫れ物みたいに扱うだけじゃずっとそのままだもんね。私ら前を見ていかないとさ。未来は目の前に広がってんだから。シャボン娘もたまにはいいこと言うんじゃろう。モーゼスさんはいつになったらいいこと言うんでしょうかね。わいはいつもいいこと言っちゃる。冗談の間違いじゃないですか。
兄弟で喧嘩するのはその辺にしておけ。ウィルさんまで変なこと言わないでください。まったく、こうなるなら余計なこと言わなきゃよかった。なんか私らって気がつけば一緒にいるよね。ずっと前からの知り合いみたいにさ。言われてみればそうですね。一緒にいる理由があるわけでもないのに。理由など必要ないわ。家族は一緒におるもんじゃ。モーゼスさんに言わせると全部そこに落ち着きますよね。今はそんぐらいのお天気でちょうどいいっしょ。そうですね。張り詰めているだけでは息苦しいです。そういえば私さらわれたんでしたね。まあなんじゃ、結果良ければ全てよしじゃ。笑ってごまかしてるし。ノーマも人のことは言えない。私たちを利用するつもりだっただろ。そんな昔のこと忘れたわね。私は未来に向かって生きてるのよ。笑ってごまかすな。そういうクロエも俺を山賊と間違えただろ。ジェイにもはめられたな。ああ、そんなこともありましたね。あの後、大変だったんだぞ。フェロボンに絡まれた挙句、ウィルに牢屋へ放り込まれて。あの時のセネルは手負いの魔物のようだったからな。とても野放しにはできなかった。こうして思い返してみると、俺たちろくな出会い方をしてないな。まったくだ。だけど今はみんないい思い出でしょ。だからこそ失いたくないって思う。未来を閉ざしたくはない。大切なものは自分たちで守らないと。私たちはそのために今ここにいるんだ。グー姉さんを絶対に取り返そう。お、飛べんじゃ。行動を読まれているのか。単なる偶然とは思えないな。そんなんどっちでもええじゃろ。やることはどうせ一緒じゃ。そうそう、あいつをやっつける。これで決まり。来るぞ。ザコじゃなさそうだな。澄み渡る冥光よ。ロンドセブン。レイマジンケンユーガン。シュンマジンケン。こっちこなっヒラダンス。魔人剣入剣。レイ
瞬間シュウ魔神剣魔神剣入り強化方向を研ぎ定めるレイこれで邪魔者を排除したな。では、ソーガへの語りかけを開始します。シャーリー。リちゃん、しっかり。絶対大丈夫だから。私たちが一緒にいる。何が起こっても、我らが何とかしちゃる。モーゼスさんには誰も期待してませんけどね。つまらんこと言うんはその口か。ごめんなさい、なんだかおかしくなっちゃって。二人のじゃれ合いもたまには役に立つんだね。よし、頑張ろう。こいつ、まだ生きてたのか。危ない。シャーリー。二人とも鉱石浴にいるよ。ソーガに声が届いたんだな。すごく穏やかだった。それならタケリのソーガって名前変えないとね。もうタケってないんだしさ。うん、確かにそうだな。
じゃあ、ソーガチンで。では、大いなるソーガで行こう。だから、ではって何？繋がってないじゃん。大いなるソーガ、いいですね。うん、今のソーガにぴったりだと思う。今の地震は、もしやシュバルツの影響か。姉さんが心配じゃ。鉱石浴に向かいましょう。ああ、グリューネさんに追いつくんだ。よし、グリューネさんのところまで一気に行くぞ。記憶なき者がいかなるようでこの地を訪れた。私はあなたと戦わなければならない、そのことだけは思い出せたのよね。そのような半端な覚醒で我の前に姿を晒したこと、後悔するぞ。後悔なんてしないわよ。私が正しいと思う道ですもの。哀れな存在だな、グリューネよ。記憶がなくとも道を変えられぬとは。それはあなたも同じなのでしょ。言葉は無意味だ。始めようか。